状態でやっぱり買って、マニュアルに乗せ替えはしたんですけど。今回のカーマニアはミキさんです。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。ビートこんなビートで来てくれた。よろしくお願いします。これも持ってんの？あ、はい、こちらも私の、はい、ミキさん、ちょっとこれ改めて紹介してください。はい、こちらは S13 シルビアのコンバーチブルオープンカーになります。はい、これ何年？これは平成2年式で、はい、オーテックさんが601台だけ当時作ったと言われる、うん、はい、車になります。そうですよね、はい、あの頃シルビア人気があったんですけども、その中でも特別なね、はい、601台だったんだ。はい、うえー、よく見つけたね。これたまたま道路沿いにもう走ってたら、道路走ってたら、どこの道路沿い？茨城なんですけど。あったのこれ、はい、茨城にこんな宝物はありましたか？はい、こんな、もうまさかいると思ってなくて。いや、これ茨城で普通いないですよこれこれやっぱり、ね、バカにしてる。いやだからそれがね、これはそれこそ分かりませんけども、うん、なんか自由が丘とかね、都会で売れる合ってたら系の車ですよ。なんかあっという間に5秒で、うん、5秒秒殺ですよ。うん、だから茨城の人たちはさ、もうちょっとな違う車、 SUV とかさ、ヤンキー系の車、はいはい、これはもう、うん、これ僕がもしこれもし見たら僕5秒で買ってますよ。うん、よく見つけたね。いや、なんかしばらく置いてあったみたいで、やっぱり、うん、で、もう最初ホロだけ見えたんですよ、反対側にいたんで、うん、いや、 B とかなんかオープンカーがあるんだろうと思って、うん、で、帰り道見てったら、あ、違う、13かよと思って、うんうん、ちょっと改めてちょっと説明、ね、あれ紹介してください。はい、この見てください、このね、え、一番なんていうのかな、デートカーで人気があったシルビアですよね。はい、で僕実はね、この車の何が好きかというと、うん、この椅子なんですよ。このほら、はいはいはい、このなんかぬるっとしたね、座り心地すごいいいですね。いいよね。はい、もう全然これで乗っていけます。どこまでも。いや、デートカーよ。もうちょっと座っていい？あ、どうぞ。もう全然乗ってください。この椅子なんかさ、なんかあれみたいでしょ、北欧の椅子。優しいよね。そう、北欧なんですよ。今みたいにがっちりさ、それこそなんかね、レカルとかあるとは全く違う。このなんていうかな、優しい。この辺もね、見てほら、こののっぺり感。そうだよね。うわー、して何がすごいかっていうと、うん、もう新車みたいだね。いや、すごい綺麗で程度はいいよね。びっくりしました。これはいつ手に入れたの？これは去年の夏に、うん、大友の状態でやっぱり買って、うん、年末にマニュアルに乗せ替えはしたんですけど、うん、はい、うん、そうなんです。これ大友しか売ってないんですよ。本当だ、クラッチがありました、ここに。はい、マジか、悪い女だな。どこが悪いのよ。いやいや、いや、そうか、俺いや車好き、走るのも好きなの、じゃないとマニュアルにしないもん。これあれですか、もうちょっと、あ、どうぞ、しゅうさん。いや、もうオリジナルの13はなかなか珍しい。あ、なんか懐かしい、このシートね、うん、ステアリングを。で、これね、うん、こういうと、今も座っても椅子にへたりが全くないですよね。ない、ない。そうなんですよ、破れてもないし、ね、全然ない。で、こういうとこもさ、劣化してないし、うん、いや、すごいわ、これ。これは高かったでしょ。だいたい200、うん、20万ぐらいで買ってします。高いよね。220万で買えたの？はい、これね、ただ同然ですよ。いや、本当ならね、俺はただかと思いましたね。いや、本当ならそうですよ。そうですよね、年式考えたらね。え、うん、いや、これ色はこの色オリジナルないよね。あ、そうなんです、ね、うん、レクサスの純正でこの色を使ってる車があるみたいで、うん、それを塗装したみたいですね。この前のオーナーの方、こんなに程度良くして、うん、これは程度いい、ね、泣く泣く売ったのかな、何だったんだろうね。本当考えました。もう勝手にこうその人の人生を考えてしまうような車でしたね。あと僕ちょっと分からないですけども、程度がいい、オートマからねマニュアルにするって、これいくらぐらいかかるんですか？一番知りたいところです。大体50万ぐらいで、はい、できました。50か、はい、
50万するのをかけたんだ。いやもうやっぱりスポーツカーって言ったらマニュアルで乗りたいっていう、やっぱビートしか乗ってこなかったんで、みんながこうやっぱりかっこいいこうスープラだったり WRX とか乗ってるのを見て、やっぱりマニュアル乗りたいと思って、あのお店の人にもう現状でいいからとりあえず売ってくれって言って、はい、お願いして。いいじゃん、いいじゃん、中の色もいい。はい、これもはあの前のオーナーさんが張り替えてるんですよね。ああ、いや、これびっくり、これ高いよ張り替え高い、張り替え高い、でね、いい素材使ってる、なんかすごく触り心地も良くて、いやいや、これいい素材使ってるし、はい、ああ、いや、ああ、これ昔だ、ガラスじゃないんだね。うわー、ああ、ビニール、でもこれも全然、ほら、なんていうの、傷んでないもん、傷んでないね。いや、もうオープンにしなかったんだろうなと思ってます。なんかすごく張りも良くて、そうだね、ああ、普通だとさ、なんかね、あの、はい、ひびが割れる、あとなんかスモーク入っちゃってで、くすんできちゃう、そうこれをね、大切にしたいね、うん、はい、本当にもうこの状態でできるだけ綺麗に乗っていきたくて、うん、これ次売るときにおそらく400万になってるね。あ、そう、うん、なってます。金に困ったら売るかって。いやー、もうできるだけもう頑張ります20年30年持ってから、はい、そうすると1000万になりますからありがとうございました。ありがとうございました。本当にブーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。